折尾駅。折尾駅は、福岡県北九州市八幡西区堀川町にある、九州旅客鉄道 JR 九州の駅である。JR の特定特殊内制度における、北九州市内の駅であり、鹿児島本線及び、筑豊本線では、その最西端の駅である。東口前にあるロータリーを挟んだ向かい側に、かつては西日本鉄道、 西鉄北九州線の終着駅であるオリオ電停があった。本項目ではこれについても記す。1891年、明治24年2月28日に九州鉄道により、また同年8月30日に筑豊工業鉄道により、両社のオリオ駅が別々の場所で開業した。1895年、 明治28年に両鉄道の乗り換えの利便性を改善するため、現在地に2車共同の折尾駅が完成。1階に筑豊工業鉄道の駅舎、2階に九州鉄道の駅舎と住み分けることとなり、日本初の立体交差駅となった。1914年、大正3年6月25日に九州電気軌道、後の西鉄北九州線の折尾電停が開業し、 乗り換え客の増加に伴い駅舎設備が手狭になったことを受けて、木造2階建ての駅舎が1916年、大正5年11月5日に完成した、詳細は後日、こうした経緯もあり、駅構造が複雑になっていたことと、駅周辺地域が鉄道参戦により、市街地が分断されている問題を解消するため、オリオ駅周辺で高架化。 連続立体交差事業が行われることとな、事業が進められている。用地等の問題から、事業着手が先送りになっていたが、2012年10月7日、始発より、仮駅舎と北口を新設、従来東口、旧駅舎前にあった、駅機能と駅前広場の大部分が北口移転した。ただし、北口仮駅舎前の広場は、バス、タクシーのみ、 入港課であり、一般社の入港及び乗降は許可されていないため、一般社については、指導を利中間線の国道199号との交差点南東側か入る一般社乗降場を利用することとなる。新駅舎管制については、当初平成28年度中、2017年3月までを予定していたが、北口暫定駅前広場や、 仮駅舎整備に必要な用地の取得に時間を要し、整備完了が当初計画に比べ約4年半遅れた小藤家立体交差事業そのものの完成予定が平成31年度中2020年3月までから約3年遅れの平成34年度中2023年3月まで延期され、新駅舎の完成予定も平成32年度中 2021年3月までに延期さることとなった。新駅舎は、現、北口仮駅舎の西側、鹿児島本線と筑豊本線、若松線の高架分岐部分に建設され、完成時には、現在東口、西口、高見口、北口と分散している出口が新駅舎の一箇所、集約され、高架下に通路が確保される予定。鹿児島本線、筑豊本線、 若松線の発着する本駅舎と黒崎駅東水巻駅を直結する福北豊か、線単線上の八幡西区北高見町にある、通称高見口があり、両舎は約150メートル離れている。高見口の場所にはもともと駅舎、ホームはなかったが、国鉄分割民営化後の1988年、昭和63年に設置された。 本駅舎と高見口の間は改札外連絡となり、様々な特例措置が設けられている、工日駅舎は東口、西口、北口の3つの改札口を持ち、北口は直営で緑の窓口を設置。西口と高見口は JR 九州鉄道営業に業務委託している。自動放送導入駅、短絡,絡線では踏切をのみ、 すべての改札口に自動改札機が導入されている。高見口の駅舎はオリオ信号通信区があり、鉄筋コンクリート2階建てになっている。鹿児島本線が高架駅、筑豊本線、若松線と高見口が地上駅の立体交差構造になっている。ホームは筑豊本線、若松線が相対式2面2線、1.2番乗り場。 鹿児島本線が単式一面一線、3番乗り場と、島式一面二線、4.5番乗り場、福北豊、線、高見口が相対式2面2線、六点6.7番乗り場となっている。1番乗り場は、若松線及び福北豊、線から同線への直通列車専用となっているが、2016年に、蓄電池電車ベック819系が投入される。 最に構内のみで演歌された。それまでは一番乗り場のみ、非電化であった。鹿児島本線ホームでの福北豊、線、若松線乗り換え案内では一番乗り場発着列車が東口階段一番、二番乗り場発着列車が西口階段二番、七番乗り場発着列車が高見口七番と表示されている。1.2番乗り場のホームは、 明治時代に築かれた三影石にコンクリートが地層のように積み重なり、かさ上げの歴史を示している。2016年までの3番乗り場のホームも赤レンガをベースにかさ上げされたものであった。高架化事業前は、その古さからか大きな拡幅工事も行われなかったため、それぞれの階段が狭かった。ホーム岩や等に木造部分が多く残り、 9・4番5番乗り場の一部の骨組みは1935年、昭和10年の改修時に、米国のカーネギーやメリーゴーランド製、ドイツのクルップ製のレールを用いて作られたもので、あるなど、レトロな雰囲気が見られた。販売業者、当地区圏、西口の向かい側に本社がある。主な駅弁は、下記の通り。柏飯弁当は、全国各地で開催される。 駅弁展示即売会などでも出品され、人気を博すなど有名駅弁の一つである。なお、鹿児島線、上りホーム、4番5番乗り場では、駅弁の立ち売りが実施されている。2011年6月に販売員が体調を崩し、自宅療養となり中止されていたが、2013年2月から新たなスタッフで再開された。2017年、 平成29年度の1日平均乗車人員は16,035人である。これは北九州市内の駅としては小倉駅に次いで第2位。また JR 九州の駅としては第5位である。近年の推移は以下の通り、周辺には学校が数多く立地しており、朝夕の通学時間帯は学生で賑わう。開業当時の地名。 恩賀郡、オリオ町が由来。かつてこの一帯は、山続きで、その姿が折り重なる、尾根のように見えたことが、オリオの地名の由来である。その歴史は古く、1444年には、オリオ号という地名が存在していた。オリオ駅周辺の総合的再開発、オリオ地区総合整備事業は3事業を一体的に、実施に伴い、 オリオ駅周辺連続立体交差事業として、鹿児島本線、人間対水巻駅間と筑豊本線、本庄東水巻駅間及び短絡を含むの、延長約 4.5km、筑豊本線イコール約 2.4km、鹿児島本線イコール約 2.1km を、高架化する事業が進められている。具体的には、現在の鹿児島線の線路位置を軸にして、 地区法本線を移設させ、高架完成後は、駅部で3線が、同一フロアに4面7線のホームが集約される予定である。平成31年度、2020年3月までに完成予定としており、総工費は約350億円を見込んでいる。2012年、平成24年3月20日に、西口の駅舎が、仮駅舎への切り替えが行われた。 同年10月7日には暫定的な北口広場と仮駅舎の利用が開始された。これに伴い、東口のバス乗り場、タクシー乗り場、緑の窓口等の主な駅機能は北口へ移された。東口はこれまでの位置から20メートル南へ移動した。2017年平成29年1月2日より高架化事業の第一段階として、 鹿児島本線の線路切り替えが行われ、新たに整備された高架ホーム、将来的に短絡専用ホームとなる施設に仮移転した。2019年、平成31年3月16日のダイヤ改正に合わせ、高架化事業の第二段階として、筑豊本線、若松線、福北豊川線の線路切り替えが行われ、高架ホームに移転する予定。 福北豊川線は、オリオ駅の博多直方寄りに新設されるトンネルでアンダーパスする構造となり、ホーム同士の立体交差形状がなくなる。今後は、鹿児島本線を従来ホームの改築により、建設される新ホームに移設した上で、短絡線の切り替え、2017年に整備されたホームへの移転が行われて高架化事業が完了する予定。 東口にあった旧駅舎は、駅舎の中央部分と鹿児島本線に隣接する側が2階建て、筑豊本線の直方側が1階建ての左右、非対称構造になっているのが特色で、1895年、明治28年当初の駅舎をベースに増築されており、明治と対象のモダンな建築様式を重層的にがい知ることができるものと貴重性が提起されていた。設計者は、 立つの金吾とも言われている。利用客の増加により1916年、大正5年現役者の外形で、ハーフティンバー様式の外壁の駅舎が、春高、1986年、昭和61年駅前再開発と連動して、建物の外形そのままに、コロニアル様式の外壁に改修された。オリオ駅周辺連続立体交差事業に伴い、 旧駅舎とレンが積み通路は取り壊されることとなった。JR は自社での保存には消極的であるが、市は文字工駅のような完全復元をするのであれば援助したいと意向があった。駅本屋については木造駅舎の優美な姿は国重要文化財となっている文字工駅と並ぶシンボル。オリオの産業史を物語るだけでなく、地域の景観に溶け込んだ。 共有財産と言うべきで極めて価値が高いという意見もあり、オリオ駅舎保存と活用策の要望書を北九州市に提出。全国的にオリオ駅舎の保存活用を望む声が高まり、署名活動やシンポジウムなどが実施された。これを受け、2008年平成20年6月27日、オリオ畜時区自治会連合会。 共同組合オリオ少年などにより設立されたオリオ未来21協議会がオリオちづくりビジョンを北九州市に提出。まちづくりビジョン、歴史的建造物の保全と活用に関する提言として現在のオリオ駅舎は文化の保存を主目的とする地域の人々が活用できる生きた施設として保全することを優先するを求め歴史的建造物を活用した町を目指すとしている。 2009年6月30日には、北九州市と、オリオ未来21協議会が、として、現役者を、南口駅前広場付近、または、堀川沿いの歴史校に移築する2案をまとめた。レプリカでの再築は2018年以降としており、地域のシンボルとして保全するため、建物の維持管理や、運営や地域住民が自ら行い、駅舎保全に必要となる、 敷地取得費や建物保全費などの費用は、住民や企業へ寄付金を募る形になる。また、今後の管理、運営費についても、原則自主財源で賄うとしている。ただし、仮改札口設置の前提となる、暫定期口駅前広場用地の買収には、遅れが見られた。2010年、平成22年9月、東口駅前広場の駅舎隣接のトイレ位置にも、 仮改札口を設置することが決定したことから、住民団体、歴史遺産、北九州市レトロを作る会が2010年11月24日、駅舎中央部を引き手方式で移動し、仮改札口として活用の上、駅舎を保存活用する要要望を出している。これに対して市は移動させて、駅舎スペースが確保できるのか疑問。引き方式に駅舎が耐えられるか調査も必要だと、 話している。この要望に対し、市議会では建築消防委員会の閉会中審査を行った。市議会には別の団体からも保存を求める陳情が出されており、継続審査になっている。上述のような移築保存等の要望があったが、最終的に旧駅舎の解体の方針は変わらず、2012年3月の仮駅舎利用開始後に解体工事が始められ、 2013年までに解体が完了した。解体に際して、旧駅舎のシンボル的な部材として化粧柱や円形ベンチ、胸飾りなど一部の部材が保存、保管され、八幡西区役所を利用出張所にて公開されている。なお、今回の事業で新築される北口駅舎、2020年度、供用開始予定は、外観を可能な限り再現した衣となるが、 旧駅舎と異なり2階相当部分は利用可能スペースのない大きな屋根裏になること明らかになっている。かつて本駅舎の南向かいに西日本鉄道西鉄北九州線の折尾停留場があった。最初に建てられた駅舎は1914年大正3年6月25日に九州電気軌道が折尾まで延長された際に開業した公開機で 1942年、昭和17年の西鉄成立により、同社の駅となった、木造モルタル作り2階建てで途端屋根の駅舎があった。この駅舎は、1982年、昭和57年に火災で消失し、その後駅埋再開発に合わせて、1985年、昭和60年12月18日に、商業ビルオリオンラザの第二ビルとして3階建ての、 駅ビルに建て替えられた。火災の後は一旦高架に上がる、手前の地平部分に仮駅を設けて、急場をしのぎ、その後駅ビルが立つまでは、高架駅に上がる階段とそれに隣接する売店、切符売り場などの建物からなる勘弁な駅施設が設けられた。駅舎建て替え後の駅構造は、串型ホーム3面2線で、ホームは3階にあった、旧駅舎時代は2階で、新しい駅ビルが、 旧駅舎の2階建てから3階建てに変わったため3階の位置づけになった。ホームの位置に変化はない。2000年11月26日の北九州線全廃により駅としては廃止されたが、ビルは駅施設部分を除きその後も用いられていた。しかし、先日のオリオ地区総合整備事業によりビルの敷地がオリオ駅南口駅前広の用地となっているため、 2010年9月頃から解体され、一旦仮市民トイレと駐車場になった。隣接のオリオンプラザも同様に2018年までに解体工事が始められる予定。高架橋駅の橋桁は赤レンガ造りのアーチ橋で現存する大正期の長大な赤レンガ高架橋はオリオと同年に竣工した東京の新鋭館市街地線高架橋のみ。 東側三連アーチの東端は直下を通る生活道路と斜めに交わるため、アーチの向きを斜めにするねじりまんぽ。マンポはトンネルの意と呼ばれる特殊工法が使用され、日本最大級である。通常のトンネルと隣接するのはお料のみで土木技術士の教科書的存在と言われている。ねじりまんぽは全国に二十数例確認されているのみで、 先日のオリオ地区総合整備事業で保存活用の方向で検討される予定。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。